ジャジャル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 。おい、おです。ちょっといいか。はいはい。いやびっくりしたで。はいはい、どうしました。あ、いや仕事関係ないねんけども。あ、はいはい、うち息子おんねんけどな。ええー、あ、そうでしたね。小学生で。あ、そうなんです。モテこぎられましたね。体が大きいからな、ちょっと相撲をやらしてて、この間、はい、ちびっこ相撲の全国大会行ったよ。あ、そうなんすか。そう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 、すごい。でそこでまあパンフレットもらってな、はい、で歴代のちびっこ横綱みたいなこの表みたいな見たらおう、ちょっと待って。いや、そのだいぶ前にやな。いや、隠してたのに。椿健太郎ってお前の名前入ってたからまさかと思って。いや、そんなわけない。お前細いからな。はいはい、その映像みたいなのもあったから、そう、見してもらったんや。はいはい、お前、でかかったよな、昔。いや、めっちゃでかかったんですよ。ちびっこ相撲やってたよな。いや、僕なんか中学ぐらいから急に細なったんですけど。レベル違うでかさやったやんか。いや、もうまさにそのタイプの小学生やったんですよ。おーおーおー。いや、それ隠してたのに。いや、ほんまそれ見てな、はいはい、おー、いや、お前やんってまずびっくりして。いや、はず。おー。僕誰にも言うてないですもん、あれ。あ、言うてないや、はい、ほんまにでっかいな。はい、いやいや、結構勝ちましたよ。いやいや、だからでっかいだけやな。めっちゃでかかったでしょ。でかいだけ。はい、でっかいだけの相撲取りやがって見ててめちゃめちゃ腹立った。何がお前でかいだけやんけ。お前枝みたいな小学生振り回してでっかいだけの相撲取りやがってお前。むしゃくしゃしゃあないねお前は。あんなもんでかい勝つに決まってるやんけ。こんな枝みたいなこうやってこうやるだけやんけ。小学校の時あんなレベル違うでかさやったら勝つに決まってるやろ。何がちびこずねお前。お前なんか3連覇ぐらいしとったな。ああ、そうなんです。はい。1年目出て、周り枝やな思ったら出るな、次。一番春だったらあるやん、お前。体格差、こんなんあんのに、お前振り回しとったやろ、こうやって。あ、そういうこと言えばね。これいらんやろ、このまま持ち上げて、ボーイでええのに。振り回すな、枝を。いや、まあ。でっかいだけの相撲取りやがって、お前。僕、分かってたんで、中学からもう、やめたんで。でっかいだけの相撲取るような仕事の仕方してるな、お前は。仕事に出てんねん。でっかいだけの相撲取るような、そういう性分がガリガリの子振り回しやがって、ほんま必要ないね。ポンって焦がすとか、ドンって送るせ、振り回すな、あれ。相手の親も見に来てんねん。ガリガリの子の枝みたいな子の親も見に来てんねん。振り回す理由がないぞ。でっかいだけの相撲取りやがって、ほんまどうもありがとうございました。